観測用の単断式固体燃料ロケットである。S は単弾を520は直径が 520mm であることを表す。正式観測機として主に利用されていた K-9M を置き換える目的で計画された。単弾式観測ロケット S-500 として南極での利用も考慮され計画された。 その計画をもとに直径が 520mm に変更され開発されたのが S-520 ロケットである。26機のうち23機が内野浦宇宙空間観測所から3機がノルウェーの暗度やロケット発射場から打ち上げられた。派生型に第2弾を付加した SS-520 がある。単断式になったことで組み立てよび発射時の 作業性向上がなされた。単断式にもかかわらず、K-9M の2倍の打ち上げ能力を実現している。ミューロケットの第1弾と同じ磁気点式の高性能オブタ自演系コンポジット推進薬を採用したほか、S-310 同様の2弾型最適、水力プログラムの採用によって、ペリメータの大きい全部クローバー型断面部が、 飛翔初期の降水力レベルを、後部円筒型段が面部が、後期の低水力レベルを保証する設計となっている。ノズル外交比を8と比較的大きく取ることで、実行比水力の向上も図られた。モータケース材料に当初は、超高張力項 HT-140 が用いられていたが、23号機以降は S-310 と同様に、 クロムモリブ電工が用いられている。尾翼は前縁がチタン合金、平行部はアルミハニカムをコアとした GFRP、CFRP の積層を表板とするサンドイッチ構造が採用されており、軽量で耐熱性を有した構造となっている。化学観測機器が CFRP 製のノーズフェアリング内に収納され、基本ケーキが 底部の平行部に収納される。オプションとして、基本ケーキとモータの間に、姿勢制御モジュールや回収モジュールを搭載することが可能である。実施済み二段構成への拡張であり、1998年に初打ち上げ。開発当初より三段を追加することで、人工衛星の打ち上げも可能であると考察されて、きたが、 5号機により2018年に実証された。以下はいずれも計画段階として存在したもの。実現した SS-520 及びそれによる人工衛星打上げとは相違点がある。S-520 にブースターを追加して高高度に到達する計画。S-520 にブースターと上段を追加して 高度 250km の軌道に 20kg の人工衛星を打ち上げる計画。NL-520 を空中発射仕様にする計画。S-500 ロケット計画。ABCA コンセプトオブインターナショナルナノランチャー。ハットナノランチャーハット a b エボリューショナル。ローンチコンセプト4ピコ、ナノサテライト宇宙利用支援システムに関する。 調査報告書 S-310、S-520、SS-520、SS JAXA 公式サイト。ありがとうございます。